ちゃんと氷見て、ついにね、やっと届いた。これめっちゃ楽しみだったんだよ、本当に。なぜならば、見てくれ、ドラゴンボールヒーローズのカード&ドッカンバトルで使えるコードが手に入るっつう、この奇跡ミラコーナー。あとはさ、この鳥山先生のコメントとかいろいろ書いてあるからさ、ほら制作資料めっちゃ見たいじゃん。これ、この本自体がさ、すごい読みたかったんだよね。このキャラクター、謎のキャラクター、女の子の名前まだ公表されてないはずなんだよな。もう出てんのかな。こっちはシャンパだったはず。こっちのデブッチョのビルスの方、あのビルスみたいな方はシャンパって名前で、この子気になるよね。めっちゃすげえ可愛い。つか何頭身、こいつすげえスタイルいいな。さて、じゃあ早速コードでもらえますか。あ、その前にさ、ヒーローズのカード見る。俺の斬鉄バサミで超キュウリ。いやー、これ楽しみだったんだよね。カードも楽しみだし、あとコード、ドッカンバトルのさ、あれも欲しい。おーっと来ました、孫悟空。まずは裏から見て、とっておきの力アビリティね。おーさん来ました、かっこいい。やっぱ悟空かっこいいよね。やべー、ゴッド孫悟空。あざつ青髪。最初ね、青髪のスーパーサイジンってまあかっこいいけど、しっくり来なかったんだよね。でもやっぱ人間って慣れるね。もうめちゃかっこいいもん、今になっては。今になってはすげえかっこいいと思う。あ、そんでさ、この裏のさ、この DOD ってやつやばくない？もう DOD シリーズ。これも集めたいんだよね。フリーザめっちゃ欲しい、フリーザ。あとベジータ。欲しすぎる。7400円と6500円。つか全部集めたいな、これ。全部まとめて買うわ。すっげえ欲しい。テレビの前に飾りたい、これ。テレビを見るたびに、フリーザが目に入る、ベジータが目に入る。あとこれも欲しいね。めっちゃ可愛いんですけど、指で揺らす。うわー可愛い。これも売ってんのかな。2015年、あ、9月下旬か。これもコンプしたいな。なんでブロリーいないのかちょっとね、不思議なんだけど、ブロリーはね、全てのあの商品にラインナップされていて欲しいね。いや、ブロリーの人気すげえじゃん、やっぱり。だブロリーのさ、おっとあったぞ。で、ちょっとコード見つけたから入力してもらおうぜ。これゲットしてしまった。グッド、プレゼント1。このプレゼント1はポチリ。こうかっけ。やべえ、ちょっと見ようぜ見ようぜ。受け取る。うわーうわースターターガイドの報酬ありがとうございます。ちょっとホーム、チームに行って、チーム編成で見るかな。今のね、このメンバーで強いからさ、当分ガチャは引かない。今石がね47個あるんだけど、まあ、当分引かないね。なぜならばもうそのブロリー来ると思うじゃん。だブロリーのためにちょっとためとく。もうブロリー来たら一気に引いて、絶対に絶対にゲットするから、もうブロリーのためにね、ちょっと石をために入るわ。セリパ、前の動画でゲットしたセリパね、これめっちゃ気に入ってる。セリパのあれもすげえ可愛い。で、今回ゲットしたのがさ、やったぜ。ちょっと待って、どこにいる、どこにいる。うわーかっこいい、見てこの迫力。力属性だ、マジでか。力だ力、力だ力。スーパーサイジンゴッドを超えた力。うわーかっちょいい。リーダースキルが、あ、力属性の記録プラス2か。いいじゃん、使えんじゃんこれ。相手に特大ダメージを与える。で、パッシブスキルが神を超える力、 HP50% 以上で気力プラス2か。リーダーにしてこいつ使ったらさ、うわ、もう4個埋まるんだ。それだけで4個だよね、リーダーで。うわすげえ、技バンバン出せるじゃん。これは使えんな。これでね、あのゴッドの悟空2体揃ったわ。まずはこの1体目、今もらったやつね、こいつ。そして前の動画でゲットしたさ、これ。うわーかっこいいね。まだね、 UR にできてないんだよね。早く UR にしたい。海王神がね、なかなかドロップしなくて、覚醒素材のあと2個必要なんだよね、海王神が。でも2個海王神なんてもう無理、まあ無理じゃないけど、めちゃめちゃ大変なんだよ、集めんのが。くそ、早くゲットしたいな。あとね、前の動画でさ、うわかっけえ、覚醒したゴルフリ。ゴルフリもさ、結構気に入ってんだよね。あ、ちょっと顔映ってないけど。すげえかっこいいな。よっしゃ、ということで今回はスタートガイドについてるジャンカードと、うわー、このコードでもらえるかっこいい悟空のレビューでしたと。やべえ、これね、ぜひとももらった方がいいぜ。カード &CR コードの、うわ悟空素晴らしい、スーパーレア。これでね、ゴッドの悟空が2体揃ったわ。いやー、これは楽しくなってくるな、ドッカンバトル。あとはさ、早くブロリーを登場させてほしいよね。ブロリー超ゲットしてーなー。早く出ねえかな。スーパーサイジン3と4のブロリー。うわ。
うわ、あとゴッドのブロリー、うわ鼻水出るわ、早くゲットしたい。じゃあまた次回別の動画でお会いしましょうと。次はね、ドッカンバトルガチャはあれなんだよな、ブロリーが来てから引くから多分それになると思うんだよな。楽しみだな、ブロリー早くゲットしたい。じゃあ最後はダブル悟空バイバイ、早くブロリーもゲットしたいよね。なんで出さないんだろう、早く出してほしいな、ブロリー。そうすればね、もっとファンが増えるぜ、ドッカンバトルも。絶対ブロリーファンがね、もうブロリー好きって人たくさんいいんじゃん。これ増えるぜ、ドッカンバトル仲間が。ゴジータとかいいよね、ゴジータもゲットしたいな。あとジャネンバとかね、ジャネンバもいいな。つうかジャネンバ出ねえかな、早くジャネンバブロリー。うわー組みてー、デッキ組みてー、チーム組みてー。まあ楽しみに待っておこう、そのうちどんどん出ると思うし、これはねちょっと期待して、うん、待つ価値はあるね。じゃあ最後にもう一回カードを見て、ザンと、うわこのダブル悟空バイバイ、嫌い、キラッキラ、超かっけえぜ。早くブロリー、本当にブロリー出してほしいね。楽しみすぎる、ドッカンバトルのブロリー。